旧笹川家住宅は、新潟県新潟市南区三方に所在する歴史的建造物。通称笹川亭。1万4000平方メートルの敷地を有し、母屋など11棟の建造物と土地が国の重要文化財に指定されている。所有者は新潟市であり、管理業務は同市南区地域課が行っている。江戸時代初期の慶安2年から、 明治維新まで九代にわたって、村上藩味方組八家村の王将屋を務めた笹川家の旧宅である。味方組は村上藩の飛び領地、四万国領の一つであった。七左衛門友通りの台には村上四万国領騒動が起こった。米蔵に収納された年具米は中野口川を利用して新潟港に輸送された。笹川家は、 もともと海の武田家の出と言われ、武田氏の滅亡後、新州笹川村を経てこの地に移住してきたのだとされる。土蔵裏手の墓地には、武田姓の墓碑が何基か残してある。敷地内には、日本庭園が明け、一宮に、シーラクヨウハキユキュの一スメリーと、高浜巨子の区碑がある。1953年、龍宗義、浜田昭治らと共に、笹川家を訪れた、 イギリスの陶芸家、バーナード・リーチは、私のこれまでに見たうちで、最も魅力ある家屋の一つと、この家の印象を手記に書き残している。当住宅の特色は、王将屋の役宅としての、母屋の部分と、家族の日常生活の場である、居室の部分が別棟となり、講子が明確に分けられている点にある。母屋は、東を正面として建てられ、桁行き十五軒半、張増ま島。 寄せ胸作り、銅板武器。胸札から文政9年の上等と判明する。母屋の正面左寄りには、切妻作りの式台玄関が突出する。そのすぐ右手には柵を設けた脇玄関があり、そのさらに右手に、一般玄関、最も右には土前の入り口がある。このように、建物正面には四つもの入り口がある。式台玄関を入った先は十八畳の、三の間、 その下手、すなわち、脇玄関を入ったところには二十八畳の広間がある。三の間の上手には二の間があり、二の間の西には上段の間がある。三の間、二の間、上段の間の三室は乗り降りに連なり、薬卓の接客用の表座敷を構成する。これらの室の外側には、畳廊下と濡れ屋を回す。二の間と上段の間は、 普通の畳を敷けば、それぞれ15畳及び12畳半の広さだが、本住宅の場合は、特別に大きいサイズの畳を敷き、それぞれ12畳及び9畳になっている。以上の角質はない方が高く、その分、縦も大型になっている。広間は、両組を表し、そのさらに上方に天井を張るため、天井口は4.9メートルに達する。 母屋の下手には土間を設け、土間の奥には板敷きの台所がある。ここは、王子は笹川家の使用人の溜まり場になっていた。巨室部胸は母屋の背後に別棟で立ち、母屋とは渡り廊下で接続している。桁行き十二軒半、張り間五軒寄せ胸作り、三河原ラブ胸札から母屋よりやや早い文生四年の上等と判明する。 巨室部は、母屋とは異なって、胸を東西方向にして建てられており、内部は、多くの室に分けられ、茶の間や、家族用の座敷などを設ける。下一部南側の東端と西端に都出部を設け、さらに北側中央付近には、勝手が都出する。東の都出部は客間であり、西の都出部は、何度などを設ける。西の都出部のさらに先には乗り降りに、仏間がある。 西の都市部の2階は、明治末期に増築したもので、元は平屋建てであった。以下の11棟と土地が、国の重要文化財に指定されている。母屋、居室部表門、文庫、雑像、奥土像は1954年3月20日付で、国の重要文化財に指定され、 他の小宗と土地は1978年5月31日付及び1991年5月31日付で追加指定された。母屋は1826年、居室部は1821年、表門は1799年の建流であり、他の付属建物は江戸時代末期から明治時代の建流である。近隣に所在する新潟市、 そが、平沢記念館との一体的な運営が行われている。観覧料は、両施設とも同一額で、どちらか一方の観覧料を支払えば、当日中に、両施設とも観覧することができる。ありがとうございます。